田舎町に住む一人の女子高生の話なんですけど、嫌なこととか、自分の気持ちを抑えつけることを、川に飛び込むっていうことで、消化していって、その中で、小さい田舎町で、すごい小さいことがこう起こっていって、徐々にその主人公自身の悩みとかもこう明らかになっていって、結局その子は、何がしたいんだろうなみたいな そんな、なんて言うんですよね、大きな出来事とかは特にないんですけど、ちっちゃいことのもうすごいちっぽけな話というか、ちっぽけな話です。舞台は埼玉県の土岐川町という、比企郡の土岐川町という場所で、ほぼ全部そこでロケーションしています。4月から、その演出部、卒業制作を取りたい演出部のプロットテストが始まって、でこう毎週毎週プロの監督2人と脚本家の人に毎週こう「ロトロトです」って出して、死ねと お前何書いてんだと、死んでまえみたいな感じで関西弁で怒られ、それでもこうちょっとこう毎週それでも毎週出して、でやっぱりそうやって出していって、7月ぐらいまでそれが続き、でそこでなあの、20人ぐらいいたとして3本しか卒業生取れないんですよね。でなんでその投票が行われるわけです。技術スタッフとかがそのどのプロットにの取りたいか、どのプロットを取りたいかっていうことで、始まって、お前ら目つぶれと、演出部はお前ら目つぶれ、こうやってやって、誰々の誰々こうやってあってですね、こういう服の擦れる音とか聞こえて、私のは何人かなって、その数えるこうまでちょっと遅いからいけんのかなとか こう考えながら、こうでこう目開けたらホワイトボードに3本決まってるのが書いてあって、決まったんだとなって、そこからチームっていうかスタッフが決まって、2週間後までに本を書けと始まりまして、でそこから2週間かけて、もう書けるわけないです、うんこみたいな本しか書けなくて、そのうんこの本を持って、合宿に行くわけなんですよ。コピー入ります？うんこ。でそのなんですかね、合宿があるんですけど、それはそのプロのスタッフ陣とプロの俳優部の方々と一緒に行って、そのトケルとかの、リハーサル合宿なんですよね。それで2泊3日で行って、でその現場でも死ねと。お前監督面してんじゃねえぞとか、こう言われつつ、みんな寝れてないですから朦朧となりながらこうやっていく中で、やっぱりそのなんていうんですかね、その段階まではその机上の空論だったものが、やっぱり一人の俳優さんとかに演じてもらうことによって、こう実態を得たみたいな感覚がありまして、やっぱり。プロットとかシナリオを書く期間が長いと、それを忘れてしまうというか、やっぱりその本当は、やっぱりその俳優部がいてこそ映画じゃないですか。やっぱり私だけが書いてても映画にならないし、だからそういうことをやっぱり強く感じて、その中で、そうですね、肝となるシーンがあるんですけど、そのシーンのセリフとか動きとか、そういうものもその場で
私がこうバーって、こう言ってください、こうやって言ってください、ああこうやって言ってくださいって言いながら、わかんねえわかんねえって言いながらこうやってもらってこう生まれてきて、でやっぱりそこでいまいち私自身もつかみきれてなかったその登場人物たちのキャラクターとかも、まあ、固まってきて、そこからそうですね、ぐんとシナリオがこう詰まってきて、まあその合宿はすごい、まあ、ターニングポイント、ターニング、まあそういうものでしたね。そこからやっぱり、そこから以降はもう講師とかも介入してこないので、そこから1ヶ月ぐらいはなんで、そこはもうずっと、まあ、新宿のサイゼリアとかで夜な夜なそこ演出部3人で集まってこうやるんですけど、だいたいこう書かないでこう夜じゃないですか、寝ないじゃないですか、だからなんかもうナチュラルハイみたいな感じになっちゃって、なんか映画とはみたいなことをこう言い合いになっちゃって、結局何もやってないじゃんみたいな感じのことは毎日続くんですけど、でも意外とそういう、なんですかね、そのただ一人でパソコンに向かって書いてるよりも、まあ違うんだよ、こうやりたいんじゃないんだよってこう言いながら、こうなんですかね、あの会話していって生まれていってみたいな感じがすごい多かったかもしれないです。はい、まあ、見どころと言えるのかどうかわからないんですけど、まあ下手くそなところですね。まあその多分話自体も絶対にそのプロの商業とかだったら絶対にできない話だし、それっていうのはなんかほぼ何にも起きないし、まあ何にもないし、なんていうんですかね、ストーリーになってるのかもわからないし、だからなんだろうな、学生の今だからできたというか、学生の今だからできたこう泥臭い下手くそで、なんかカメラとかもなんか迷いが出たりとか、なんかガクガクってなったりとか、あの芝居もやっぱりなんかもう芝居臭いよとか、まあ、いろんなことがやっぱり出来上がってから思ったりするんですけど、やっぱそんな下手くそさというか、なんですかね、まあ一生懸命、ダメだそれは、一生懸命はダメだ、一生懸命じゃダメ、なんていうんですかね、まあ全部が不器用な感じなんですけど、まあ、そこをちょっとなんですかね、温かい目で見ていただけたらという感じです。はい。はい、まあ最初なんていうんですかね、本戦に出場って決まった時に思ったのは、まあ、いろんな人に見ていただけることがまあ嬉しいっていうのが一番にあって。でまあ、その中で多分なんだよこのクソ映画って思う人もいると思うんですね。やっぱりそのここがダメだとか、なんかクソだよとか、いろんな、でもいいって言ってくる人もいるかもしれないので、まあ、そんないろんな意見をなんか受けたいなというか、いろんなことをちょっと言ってほしいというか、もうクソ意見でもいいです、うんこって言われてもいいんで、なんかそういう、私自身もそういう反応とかをこう知りたいというか、まあ、その何て言うんですかね、見てどんなこと思ったとかいろいろお話ししたいなって思ってるので、してください。タイトルすごい、なんか何て言うんですかね、めっちゃいいなって思うタイトルとかいっぱいあるんですよ、やっぱり。そのな、あの大和由紀監督分かりますか？はい、大和監督大好きなんですよ。はい、あら、え、あ、好きですか？え、来る、いや、来ます、うわ、マジかマジかマジか、うわ、お話できますよ、ね、あ、マジですか、うわ、マジか、やばい。え、大好きなんですよ、私。いや、よかった、いや、もう、全然よかった。もう今の反応もバチッと出たんで、ちょっと山田さん